おはようございます。今日はですね、1月2日月曜日5時45分ですね。今から朝ごはん食べていきます。気温がだいたいですね、韓国ソウルの気温今マイナス7度らしいです。今からちょっと行ってきます。そうですね、まだ、これですね、僕名古屋に住んでるんでマイナス7度っていうのを経験したことないんですけど、今から経験します。そんなに寒ないやないか。これが長い子30分ぐらい打ったらすごさね。確かに全然これでも寒ないな。これマイナス7度、7度なの。これも全然大丈夫ですね。今日はいつもキンパ食べるんですけど、ビビンバ食べます。ビビンバね、いきます。それではそうですね、いつものキンパですね。なんかうどんする。うどんするといいんじゃないですか。うどんにする。カバうどんいいんじゃん。ビビンバもいいし。じゃあ2つ食いたいけど食えへんねん。私食べればいいの、二人で。まあ、うどんとビビンバにする。もう、たまに。私食べれるから。じゃあ行こう。ここで買わずに。おはよう。ですね、韓国はですね、箸とかあるじゃないですか。箸とかスプーンとかみんなここにあるんです。この横の引き出しですね。僕はいつも朝4時ぐらいから5時にかけて食べるんですけど、今ですね5時55分、ちょっといつもより遅れます。ペゴパよ。ペブロはお腹いっぱいで、ペゴパか、ペゴパついてます。鶏じゃない。鶏じゃいらない。もうでもこれ汁粉なんだよ、お前。薄いの。多分うどんがいい。ああ。朝一のお客さんがね、キンパ1個だけで開いてずっと。肉ばなしを買えば。確かに。これで見て。確かに。もう一
く食べたいものだったけどね。いやらしいから。なんかメニューがね、味噌がびっくりした。どんな感じで食べたの？おでんは私ね、今日は1個おでん食べてみたい、身長で。どれおでんだよ。ここ、おでんうどん。ああ。おでんうどん。ちょっと押してもいいですか？おでんうどんと、それからキンパ。いつもは350円だったんですけど、今日は500円。これ500円ですね。牛肉が。牛肉が入ってるみたいです。見せますね。OK。あ、ごまがよ。ビビンバですね。ぐだぐだ卵、うん、ダブルの卵ですね。これこんな感じで、コチュジャンを入れます。これもあんまり入れたらまた辛くなるな。このぐらいか、辛いか。え、好きなように、まあ、このぐらいでしょうか。そんなに辛くない私は、うん、OK。 チャルゴミスチャルモケスミ、チャルモケスミだ。うどんから食べたら、うん、麺取ってね、いくら、おでん、うん、あ、こ、うん、これ混ぜてくれよ、一個は食べるね。混ぜた方がいいやろ。うん、ちょっと500円からのさ、なっていう名前の総合部分か行きました。一番お腹行きました。入れてあげるから。うん、やっぱり朝ごはんのほうです。たまたま元々夫婦とホテル出たところで会いました。彼らは5号線でどっか行くみたいで、僕らは4号線でソウル駅まで行きます。今ソウル駅に来ました。今から、1号線に乗ってスウォンやったっけ、スウォン駅に行きます。ソウルの南の場所みたいで、お城があるみたいですね。まあ、城壁みたいなのもあるみたいです。今スウォン駅に着きました。スウォン駅、水原駅ですかね。水原市なんですけど、スウォンっていうらしいですね。今からバス乗らなきゃあるんですけど、この、4番を出て、バスに乗るみたいですね。まあ、大きな町やな。なんか調べたら120万人らしいわ、人口が、うん、やっぱりね、冷たいですね。今おそらくマイナスだと思うんですけど、もう手が、手袋せな、あの凍えちゃうぐらい。手袋一つだけでもする、むちゃくちゃ寒いですね。もうここももう完全凍ってますね、これ危ない、これな。あ、これは危ないね。今バスに乗りました。放送が鳴るからよく聞いとけっていうことですね。もうむちゃくちゃ運転が荒い。日本人はこのバスちょっと耐えられやんな。
バス停に到着ですね。まあ、全然気配がないんやけど、今ミンさんが聞いてます。あれ、ものすごい遠いの、山登ってかんならんの。見えますかね、あの山の上ですね、あそこですね。せやな、お腹すいたの。今から行くより、なんかそこやっとったやねんか。どうなの、チャジャン麺何やろか。今ですね、チャジャン麺を食べに、タクシーの運転手にどっか美味しいとこないですかって今連れてってもらってます。チャジャン麺じゃない、ジャンジャン麺か。ここが教えてもらったとこですね。なんか美味しいらしくて、いいよかったよ。ジャンジャン麺、チャ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 ジャン麺、それで道路かね、よかったね。わざわざチャジャン麺食べに来てるの。おお、よかったな、綺麗なところで。ソウルはなかなか。ですね、水原駅に着いてですね、スウォン駅ですかね、それで城壁の方まで行こうとしたんですけど、もう10時半で、チャジャンミョンが食べたくて、またそこからタクシー乗って、なんか運転手に聞いたらこの店がうまいということで、ここに来て今ビールいっぱい飲んで、今からチャジャンミョン食べます。これ何、これ玉ねぎ、中華料理でみんなこれ、これはチャジャンミョンの味噌です。玉ねぎも美味しいな、これ。これつけて。逆に玉ねぎの美味しいかかな、これより。中国の人じゃないでしょ。韓国の人でしょ。韓国人だと中国系かもわからんけど。よい、来たぞ。それだ。それだ。韓国でいう酢豚はちょっと日本の酢豚とちょっとこう、あの味付けが変わってますよね。こんな感じです。見えるかな、ぼやけとるな。なんか日本っぽくてこっちの味がね、優しい。そうですね、あの的がですね、まああそこから、弓を撃ってですね、そうするとあそこにの的に当てるっていう、よく朝廷映画で出てくる感じですね。向こうにもあるということですね。そうですね、これがスウォンソン、スウォン水原の城っていう感じですかね。ちょっと一回登ってきますね。世界遺産になってるんかな、世界遺産花城、花の城っ
っていうことですね。むちゃくちゃ綺麗なとこですね。僕はなんかキョンボックンよりも好きかもわかんない。まだすごく雪が残ってますね。わあ、すごいすごいすごい。ですね、こういうふうに城壁には必ず穴が開いてますね。まあこの辺の隙間から弓を打ったりですね、多分間違ってたらすいません。こんな感じでずっと城壁が続きます。またこの城壁から見るですね、この向こうのビル群ですね。まあむちゃくちゃ綺麗に太陽が当たって、マンションの白さが引き立ってますね。ね、こう城壁のところどころにこう立ってる砲台っていうかな、なんかこう。わかんないね。まあ敵が来たらこっから撃つんやね、多分。こんな感じですね、くるっと。はいはい、こんな感じです。わあ、凍っとるで、結構怖いな。よいしょよいしょよいしょ。はい、これなんかタクシーの運転手に聞きましたけど、もし歩くんなら3時間ぐらいかかるって言ってましたね。3時間かかるそうです。あ、気球が今発見。気球が飛んでます。まあ、飛んでるっていうか紐があるからこうただ上に上がってってみたいな感じだね。アンニョンハセヨー。そうですね、今、メインのところですねを歩いたので、もうぼちぼち、まあ、30分か40分か1時間ぐらいかけて帰ります。まだまだ雪残ってますね。屋根の上にも残ってます。これが全体の地図なのかな、これ。
うん、昔の兵士たちがここで泊まるために作った施設ですって感じ、うん、なるほど、そういうことね、はいはい、屋根の形もすごく違うらしいです、ちょっと下に降りていたんですけど、川がありましたね。やっぱ川が凍ってますね。ですね、やっと、スウォン駅ですね、戻ってきました。今からソウルに帰ります。結構疲れました。今水原駅から普通電車乗りました。そうですね、今から1時間ぐらいということで、一度ソウル駅に戻って4号線乗って、トンデムに帰ります。Ha ha ha.